力になった、私の慣れがこんだけ空いたからYouTuber になりか一歩踏み出してたのに2ヶ月以上撮ってないからもう。ほんまやな。どんな感じで喋ってたかがもう忘れちゃった。日本ではどういう系の YouTube を撮っていくつもりなの？わかんない。でも別に変わらない気がする。スタイルは日常 Vlog 系とかな。まあ、もうちょっとお仕事のこととかもあげれたらいいなと思うけど、今結構仕事、うん、ベルギーにいた時よりもやってるし。そうやな。全部こだわり屋っていうオーガニックショップで買いました。これは朝ごはん用にホットケーキミックスと、これはもうすぐバレンタインだからなんかお菓子作ろうかなと思って、米粉、あとはデカフェのコーヒーと白だし、パスタと、あとはホットケーキ用のメイプルシロップ。あとこれはオーガニックショップじゃなくて、その横にあったクゼフク商店っていう、あの調味料系とかたくさん売ってるお店で買いました。今のあれ好きだけど、これ海、これありやな。うん、これ GFX じゃないからわりかし画質がめっちゃ綺麗ではないけど、これ確かにありや。とアイスランド、アイスランドのやつみたい、写真。これまず、うん、これいいな。変やろうな、横も飾りやすいか。これか、それ別にそこまで話しなさそうだけど、雰囲気がスーパーに向かっていて今週1週間 の、 あの買い出しとか、あと今日はちょっと久しぶりにお菓子作りをしようかなと思ってるから、その材料を今から買いに行きます。今日は午前中はあのミーティングがあって、でお昼ご飯食べて、で先にちょっと明るいうちに買い物行ってからまた仕事に戻る予定。そうで、3月から青がリブランディングする予定なので、それの準備とか、なんか今はそう撮影の準備だったり、3月にポップアップもするからそれの準備だったり、あとオンラインもリニューアルしたりとか、なんか全部変えるから、今それのなんかいろいろ調べたりとか手配とか、結構それが今大変っていうか、なんか意外と忙しい。
粉でチョコマフィンを作りました。美味しいのかな。おはよう。マフィンのめっちゃいい匂いするわ。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。でも今日もう一個作るからね。ん？ん？もう本当は二つ用意する予定だったけど、一個しか用意できてないから。今日もう一個作る。お願いします。今日はめちゃくちゃ天気が良くて、あったかいから、せっかくだから家を出て海の近くのカフェで仕事をします。冬なのにもうニット1枚で全然寒くない。最高すぎる。久しぶりやな、ドライブデートって。うん、俺がサエに惚れた一発目のデートぶりぐらいか。ドライブデートはね、でも私たち結構ドライブちょっと運転してるから。でも今日はなんかこう何の目的もなく、ちょっと20分ぐらい走ってどっか行こうみたいな感じ。それを始めるとかもね、うん、なかなかない。日本でやってないの。夜の9時はい、帰ってきました。喋ってください。ありがとう。いいね。あ、キュンちゃん。夜ご飯別のとこで食べる？カフェと。そうしようか。いや、俺別がいい。何食べたい？あそこだって普通にガッツリ食いたい。ガッツリ系なかったの？またカレーとかになっちゃうからね。何がいいやろ。ラーメン食べたい。いいよ、ラーメンで。最近ラーメンにハマってんのかな、ヒロシ。毎日ラーメン食べたいって言ってる。毎日ラーメン食べれる環境にあるもん。確かに。いますか。お水は？あ、前から使ってるロエベ。このリングやっぱ可愛いよね。うん。久々に見た。今日の服装紹介します。今日
今日はもうカジュアルに、このトップスはアクネのスウェットでヴィンテージです。これはヒロシのパンツでリーバイス、リーバイスでコスのバッグにH&M のサングラスで、今日髪の毛を久しぶりにパーマ風にセットしてみました。いい感じです。カジュアル、ホゲがすごいけど以上、行ってきます。昼ご飯のラーメン食べ終わりました。日本帰ってきてからやったら俺がラーメン連れていくからずっと前ぐらいもラーメン食べた確かに私を太らせにお前ら気をつけろ。映画ってカフェに来たらなんかイベントやってた。イベントなのかな。これいつもやってんのかな。どうなんやろこれ。イベントなんかこれは。休日感があった。